キュンです。皆さんこんにちは、ミヤコチャンネルのみです。今回は今起きたんですけど、ちょっと寝坊したんですけど、6時に起きる予定が今6時40分やばいって45分やばい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 。今回はまたJK の体育祭の日のルーティーンです。JK になって初めての体育祭なんですけど、ちょっと早く準備したいと思います。何するの？何？今から？違う、体育祭競技ってこと？そう、よさこいとか、あとは、あと二人三脚とか、あと担任大変身とか。結構出る結構は出ます。あとオーナーとか出ます。できるんかな。できません。しかも雨って言ってたのに晴れてます。晴れ女、普通に晴れてます。晴れ女ですね、私やっぱり晴れ女ですね。はい、ちょっと風邪ひいてるんですけど、今から準備していきたいと思います。それではレッツゴー。はい、こんにちは起きました。結構もう完成気味って言うと、まあ、今ツインテールにするかこのままで巻きにするか悩んでるんですよ。どっちがいいと思いますか？ツインテールかな。なんか巻きだったら普通の日って感じじゃない？そういうこと。それより部屋来たな。もうそのことやんで片付けるから。見てこれ、でもあと余裕あるよ、1時間ぐらいあるよね。え、片付けもするこれ見て。しませんよ、さすがに今。また今度でいいかなみたいな。すがにしま、今は巻き巻きしてます。ちょっと楽しみ。また完成乗せよ。完成乗せます。バイバーイ。鉢巻きするんですよ、でもそれ。そうだよ、だから見えないか。白の鉢巻き。白なの？白組？白組。赤がよかった。クラスみんな白組ってこと？うん。友達は赤。あ、そうなんじゃ。別れちゃった。楽しい、頑張ります。バイバーイ。完成しました。見て、ママにやってもらいました。え、結構上手くね。たくさん頑張るぞ。え、結構上手くない？無視めっちゃ上手。私もこういうお母さんになれるよう練習します。ママの髪で頑張れはい、ということでね、もうそろそろ行きたいと思います。鉢巻き。今何時かな？今は8時30分ぐらい。朝ごはんは？朝ごはんは今日は食べません。いつも食べてないよ最近ね、うん、なんか別に、うん、食べたいっては食欲ないけ。ということで今から楽しみなんですけど行っていきたいと思います。絶対優勝したいと思います。多分優勝するから見とってよ。ちょっと取っていこうか、そのはい、もうせれんかもしれんけど、うん、お願いします。多分いけるよ。はい、ということでバイバーイ、いきまーす。ということで終わりました。なんか体育祭終わって友達とこれとか作りに行ったんですけど、楽しすぎて動画が撮れてませんでした、すいません。ということで今からまた友達とちょっと遊びに行くので、お風呂入って髪とか全部きれいにしていきたいと思います。バイバイ。また帰ってきたら体育祭のこと話したいと思います。バイバーイ。はい、体育祭のルーティンの動画が遊んでて短かったので、よくインスタ、うん、全然撮ってなかったね、うん、だから友達と、どうした？友達と結構放課後とか遊んでたんで撮れなかったです。どうした？よく体育祭の写真をインスタに出したんですよ。それが髪型の仕方教えてくださいってたくさん来たので、今から紹介していきたいと思います。体育祭のやつね、うん、はい、これはママにやってもらいました。自分じゃできないのでママにやってもらいました。お願いします。まず、はい、わかんの？エクステつけてるんですけど、この人ブロッキングをします。
はい、でこんな感じ。ここは後ろの方はあの編み込まない毛みたいな、うん、何もしないってこと。そう、はい。それでこう分けるってこと。まあ、まずとりあえず半分だけやります。うん、ここも取って、はい。でこれあの編み込まない毛を結んどって、あ、ちょっと待って、触覚、触覚はありです。でもこれ前髪なしでもできるよね。そう、前髪入れてもいいし、ちょっと待って、もうちょっとこっちおだい、うん、ここはいらない、ここはいらない。まずここと、うん、ここ、まず半分に分けて1、はい、2、3、4って 4個編み込みをします。でそれがこうちょっと取って、はい、裏編み、裏編み、裏後ろにやって、これちょっとずつ取っていって、うん、この下の毛を取って下にどんどん入れていきます。この毛をちょっと取る、繰り返しってこと。はい、で三つ編みをこうやって下から取りながら、覚えたら簡単？簡単です。このちょっと取って入れる、ちょっとねこの人エクステつけてるんでちょっと難しいんですよ、けどみんなは、うん、大丈夫か、慣れたら、うん、これ下からどれぐらいまでやる？取ってそのブロッキングしとるとこまで。おお、それっぽい。でこんな感じです。終わり？はい。そしたらこれが1個でゴムで留めます。え、その時さ、二重したやな。そう、ゴムが取れそうって思ったらもう一個ゴムつけといてください、はい、で、こんな感じです。こんな感じです。これで、これで1、2、3、4箇所やったら完成です。え、運動会どうだった？え、私？うん、何に出たん？え、まず、踊り、よさこいみたいな、よさこいみたいなのを踊りました。あと、私何出たっけ。あ、大縄、大縄飛んで最下位でした。どうだったどうだったって低かった。ちょっといや、私は低かったけど、まあ、最下位でした。で、あの、人数が少ないけん赤と白しかないんよ、うん、で、それで負けましたそれで2個しか出てないんですよ。本当はあと2個くらい出る予定だったんですけど、雨のせいなので短縮されました。え、昼まで？昼までだった。あ、そっか、本当は1日だったもんね。やりたかったよ。私、多分私がその競技を出てたら勝ててました、絶対それも怪しいな。おい、ちょっと悲しかったけど。で、そっから帰って遊びに行ったんだぞ、友達と。そういうこと。あ、そういうことか。うん、帰ってプリクラとか取りに行って遊びに行ってました。そうですね、すいません。こんな感じです。はい、はい、こんな感じですね、はい、で、ここピン止めとっただけでしょ、あと、うん、で、反対も終わりね。こんな感じです、はい、こんな感じでやっとったね、はい、あと反対も同じようにしたら完成です。こんな感じでやってました。前髪入れても可愛いと思います。はい、ということで参考になったかな、参考にしてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は体育祭の日のルーティンでした。また見てね、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。バイバイ、バイチョ。